3年ぐらい前からずっと株工事をずっと進めてまして、ようやく株工が完成して、で今度本格的に情報を取り掛かるということで、今それの四方法の組み立てをしている状況です。なかなかです。これから私の方でパワーポイントを利用してですね、事業概要の方と、あとちょっと私の方から今までの施工の状況写真等をちょっと説明させていただきまして、でその後、JB さんの方で細かな、工事内容ですね、を説明していただこうと思っております。まずですね、こちらのバイパス事業なんですけども、こちら400号ですね、こちら400号、起点は水戸ですね、茨城県水戸川を起点としまして、栃木県内と中川町で大田原市で今いる那須塩原市で日光市で121号線と、合流して会津の方に抜けると、栃木県の県北部の東西を結ぶ、重要な道路となっております。また、今日は土木事務所から私たち来ているわけですけども、この先行きますとですね、塩原温泉郷、栃木県の有数の観光地がありまして、そこへ、アクセスする、観光支援道路でありまして、あとこの先のですね、先ほど言いました福島県の会津方向ですね、会津の方向へアクセスするための、産業を支える、重要な路線となっております。で今回のこの下塩原バイパス事業なんですけども、事業延長が3600m、平成16年に事業化されまして、17年度から、用地着手、19年度から、工事着手となっております。で事業期間に関しましては現在の予定だと来年度、令和3年度までとなっておりまして、事業費は137億円となっております。でこちらはですね、塩原に関しまして急峻な地形のためですね、災害の危険性が高く、連続雨量が200ミリに達すると、大田道区の方で規制をかけて、通行止めとなる路線となっております。で実際に、災害状況の写真ですけども、こちらは平成10年の、天狗岩というところですね。場所自体は今第一工区の方で釜石トンネルというところが開通してるんですけども、そこの旧道に当たるところですねに関しましては、これは、土砂が、流通した状態で、こちらにガードレールがありますので、完全に車道を全て土砂で覆い尽くされてしまった状況となっています。次にですね、言動の問題点その2としまして、道路の幅が、幅員がですね、狭く、急カーブが連続するために、大型車の連れ違いが、難しい、路線となっております。また行楽シーズンにですね、深刻な渋滞が発生しておりまして、特に塩原と秋の紅葉のシーズンであったりとか、あと冬は冬でハンターマウンテン、スキー場の方に抜ける道になってますので、その辺にどうしても渋滞が起きてしまうという路線です。こういった問題点がございますので、新しい道路バイパスを作って、問題点を解決されるということで、この事業の方を進めております。で一期工区に関しましては、一番、西那須側関谷側なんですけども、ここの第一トンネル、今の釜石トンネルという名前が振られてますけども、釜石トンネルから主になる一期工区、こちらに関しましては平成19年度に工事が開始されまして、平成23年の9月にすでに開通になっております。続きまして、今回見ていただく二期工区ですね、日光区に関しましては、すでに橋梁自体は完成しているこの第二橋梁、今日、砂利のところ、駐車場を通ってきていただきましたけれども、そこの第二橋梁、次に、まだ舗装も照明もない第二トンネル、でこれから見ていただく第一橋梁、以上の主に1つのトンネルと2つの橋梁 に構成されている工区になります。でこちらの、日光区に関しましては、今作っている第一橋梁の方が、急峻な地形になっていますので、まず奥側塩原側の方から橋梁を作って、でトンネルを掘って、で今の第一橋梁に関しましては右岸左岸両側から工事を進めているという形になっています。でまず最初にですね、仮設砲台坑ということで、実際現場を着手するにあたって、橋梁を作成するためには下部坑とか木が必要になってきますので、そのための仮設砲台ですね、これを設置している状況となります。で続いて橋脚、RC 橋脚工ですね、エンドポストと言いますけれども、柱ですね、橋梁部分の橋脚を、設置している状況ですね。続いてステップ4、高メラン工ということで、今回のこちらの橋なんですけれども、コンクリートの橋です、コンクリート橋です。ただですね、コンクリートで全て作ってしまうと、なかなか自重が重くなってしまうということで、中をですね、鋼材をまず先行して作って、それにコンクリートを巻き立てるという形をとっております。で、ステップ4ではですね、こちらの、こちらにですね、大型の350トンという大型のクローラークレーンですね、日本にも数台しかないような大型のクレーンを設置しまして、メラン鋼材というものを、先行して設置する形をとっています。これが実際にこの部材ですね。
こちらの部材も数トンにも及ぶ、まあ、重たいものをですね、組み上げていって、ブロックのようにこう一つずつ組み上げていくという形をとって、まずこのコーメランをのアーチを作成するというのがステップ4になります。こちらのブロック数に関しましては、20数個のブロックを見分けまして、この、それぞれこう打折をしながら、打折が終わったらこの自動作業自体がこう少しずつ上の方に向かって進んでいくという形を取りながら、コンクリートの巻き立ての方を行っております。こちらのアーチ部によってコンクリートのアーチ部分が完成しまして、その次にですね、このアーチの上のところにも、橋脚を設置する箇所が2箇所ありましたので、それがステップ6番の、RC 橋脚になります。でこれに関しましては、ここですね、ここの部分の、橋脚を設置するというのを、ウガン側さんが両方施工をしました。これ8、とうとうですね、橋の道路ができる部分、桁の部分の製作ということで、桁製作工の今四方工ですね、四方工を組んでいる状況になります。利用スケジュールに関しましては、今ですね、まあ、第二橋梁自体は平成23年に、まあ、完成して、第二トンネルの掘り上がりも平成27年に完成して、で第一橋梁が今平成28年からですね、来年の、まあ、夏ぐらいまで、こちらの方、まあ、甲羅とか照明とか全部含めた上での橋梁に関しては来年の夏ぐらいまでの完成を目標としております。と同時にですね、トンネルの方も中の舗装であったりとか設備関係の方の施工をこれから行っておきまして、あと第二橋梁の方もまだ舗装はかかってませんので、まあ、そういった、施工を進めてきまして、今は開通目標は来年の12月頃、来年の冬、あと1年半ぐらいを、目処に、こちらの事業の方を進めていきたいというふうに考えています。川田西松桜岡 JV の、私、川田建設の職員の現場代理人をしております老山と申します。よろしくお願いします。令和2年の4月より管理技術者やらせていただいてます川田建設所属、管理技術者安田と申します。よろしくお願いします。アーチの部分の基礎になるアーチアバットという橋台を、作る施工になっています。この現場でも、一番難易度は、高い、鉄筋の組み立て作業、となりまして、この部分はですね、下から今説明した、深層の鉄筋が下から出てくる、それから、アーチアバット本体の鉄筋、それとその上に橋脚が立ちますので、それの根入れ部分の鉄筋が、中に埋め込まれる、それプラス、アーチの部分の、鉄筋もですね埋め込まれて、全部で4種類の構造物の鉄筋が全て同じ箇所に、干渉するような形がありましたので、うちの方でですね、現場がうまくいくように 3D CAD を作成して、どのような形で現場を進めれば組み立てを進めて、やっぱ手戻りなく、干渉も、防止できて現場を進めるかっていうのを、検討しながら、現場の方を進めてきました。これは実際組む、業者さんとですね、3D CAD を使って、組み立ての順序を検討しているような状況です。で実際はですね、このような形で、各部材一つ一つを、どのような順序を決めてですね、現場の方を進めて、大きなトラブルは、なく現場の方を進めていきました。もう知恵の輪みたいな状態ですよね。一度その仮設の最後の併合の状況を、ドローンで、動画を撮ってますんで、そちらを見ていただきたいなというふうに思います。真ん中のピースが3メーターぐらいあるんですけども、そのピースがまだつながっていないような状況になっています。仮設高台上で、地組みをしてですね、ブロックにしたものを現場にかけるという形になります。
をかける時の気温とか、そういうものもですね、あそこの隙間の寸法に影響されますんで、事前に、どの時期にどの気温の時にかけるかとか、その辺も一度検討しながら、仮設の時間を決めたりしました。ようやく兄弟が出てきた。掴みながら。すごい。皆さん大体道路部分どこまで？道路部分はですね、今外周枠が外側ちょっと高くなってるかと思うんですけども、はい、その外周枠がちょっと50センチぐらい内側、はい、の部分が最終的な橋梁の幅になります。はい、道路橋の方は、各橋脚を端っこの方から1景観ずつ打っていって、最後この部分を、打折して併合するような形で、ここ分けは現場をします。こちらは遊歩道から、橋梁を見上げた形となります。本日の現場見学では、こちらの橋の中央部、アーチクラウン部と呼ばれるところまで見学をさせていただきました。こちらが一般国道405号の原道となります。この先に見えるトンネルが釜石トンネル、第一工区で完了した工区となります。本日見学した第一橋梁等が完成しますと、ここが交差点となります。今いる場所が国道400号から第一橋梁を見れる形となります。以上で本日の現場見学会を終了とさせていただきます。